よし、行こう。アラジンチャンスさん、おじさん、おはようございます。あ、いや、さあ出発するよ。出発する。だから今日さくらで、一泊して、もう明日はもう東京抜ける感じ。東京抜けて、うん、だからね、まあ今日はパラタンと会って話をして、今日はパラタンと会って話をするの。もう一日100キロずつ走っていくの。贅沢な旅やね。道の駅八千代、ベルベールさん、千代に、八千代に、千代に、パラタンさん、6号から16号左折です。さざれで、おーさん、なぜ桜、なぜ桜、桜チラチラ舞いよ。ジャマイカ、一応あの大分の方は一応自由に使ってもいいよみたいな、うん。ヒットラーさん、大分の土地はもらわれましたか。まあ、もらったじゃなくて、あれは農地だから、あのもらえないから自由に使っていいよっていうこと。もうパラタン自体はもうどうなん、もう死ぬまで放置、死ぬまで放置みたいな感じ。あの売るに売れない、何もできない、もう死んだら死なないみたいな、うん、感じ。タカラさん、何その夢の土地、キャンプしたいわ。うん、キャンプおいで。ですです、これここわかる。ヒットラーさん、ギオバシシ、ギオバシシ、アキアキさん、行く橋、行く橋、どっち、協定さん、行く橋し、行く橋し、行く橋し、はい。ギリギリ福岡なのか大分なのかわかんねえところ、もうギリギリちょんのところです。ですです。はい、今回の動画はどうでしたか。よければグッドボタンを、チャンネル登録はこちらまでお願いします。